ヘビーメタルファンの皆様、王様ロック TV ご覧の皆様、こんにちは。キングレコードでメタルフロンティアの A&R を担当しております斉藤です。2019年最後の放送となります王様ロック TV、第32回パート2の放送の時間がやってまいりました。ということで、季節はですね、年末すっかり冬を迎えまして寒い時期が続いておりますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。年内最後の王様ロック TV もですね、元気よく、楽しくお届けしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。今回もですね、お届けするのは私斉藤とおなじみ公認キャラクターのこの方でございます。じゃん。冬もヘビーメタルとラウドロックが大好きなリタさんです。はい、ということでリタさん、すっかりですね1年、もう早いもので終わろうとしておりますよ。もう年末ですよね。早いっすね。なんか毎月ね、この放送やってると本当1年ね、早いなと思うんですけども、まあなんか年末ってなんか慌ただしいですよね、いろいろね。なんか1年のまあ本当に締めくくりというのもあるしね、なんかいろいろバタバタとまあやっている、この頃なんでございますけどもね。本当急に寒くなってね、リタさん風邪とかひいてないですか。インフル行きました。インフル予防、予防ね。予防じゃないよね。回復した系ね。そうね、インフルなった。そうね、っていうね。まあリタさんもね、だってインフルエンザってあれですよ、だいたい年明けぐらいから流行るのに、今年はやっぱ早いですよね、こうやってね流行になるのはね。皆さんね、健康にはね十分気をつけて、このね年末年始を過ごしいただきたいと思います。さてさて、今回の王様ロック TV ですけども、12月にリリースとなりました作品を紹介します。ニューリリースインフォメーションのコーナーを中心に、久々のゲストコーナーなんかもございます。どうぞね最後まで、楽しく、お付き合いいただきたいと思います。それでは行ってみましょうか。王様ロック TV 第32回パート2のスタートです。リリースインフォメーションのコーナーです。このコーナーではメタルフロンティアからリリースしている注目の新譜を紹介していきます。それではまず最初の作品をリタさん、よろしくお願いいたします。はい、ハードロックシーンを代表するテクニカル系ギタリストビニー・ムーアの約4年ぶりのニューアルバム、ソウルシフターです。はい、それではまず今月ね、最初のね、作品なんですけども、今リタさんが紹介していただきました、このビニー・ムーアのですね、ニューアルバム、ソウルシフターという作品を紹介していきたいと思います。まあビニー・ムーアというとですね、やっぱり、そうだ、砂時計、はい、メタル砂時計、スタート。はい、ということで、このビニー・ムーアは何といってもこのハードロック系、屈指のね、シュレッド系ギタリスト、テクニカル系ギタリスト、シュラプネル系なんていうね風にもね言われてるかもしれませんが、そういったとにかくね、もう早弾きのね、ギタリストの第一人者でございますよね。まあ皆さんもしかすると記憶にね、新しいね、まだ残ってる部分で、トニー・マカパインとね来日公演なんかねありましたよね。まああれもね非常に日本では大好評でありまして、まさにあそこでこのビニー・ムーアのね、テクニカルのこのギタリストの真骨頂みたいなものをね、日本のファンには見せて、くれたかなと思うんですけども、そのビニー・ムーアがね約4年ぶりに、ソロ名義でのニューアルバムをリリースいたしました。前回のねこのソロアルバム、このエアリアルビジョンズっていうで、ね、この作品を出したのが約4年前ですよね。その時はねビニー・ムーアねがこのアルバムのね、前のアルバムの時は本当、シュラプネル系というんでしょうかね、とにかくこう流麗でもう本当に叙情的なんだけども、すごく早弾きなね、フレージングなんかを駆使したソロアルバムだったんですよね。で、今回ですね、アルバムタイトルにソウルシフターっていう、ね、タイトルがついているようにですね、前回のこういった早弾きの、ね、シュレッドと言われている部分は残しつつも、少し、ね、ソウルフルでファンキーな、ね、そんな要素を入れているアルバムに、今回は仕上がっていると思うんですよね。というのもやっぱり、結構ですね、このビニー・ムーアのアルバム自体、4年かかってますけども、本当にこの4年の中で、少しずつ、ね、曲を書き溜めて毎日、彼のいろんな生活を、ね、している中で、日々起きていることなんかにインスピレーションを、ね、受けて、曲を書き溜めていったというところもあって、非常に、ね、曲がなんていうのかな、別に狙ったわけじゃないんだけども、すごく、蓋を開けてみたら彼のすごくパーソナルなね
まあ、面が随分あの曲の中に、ね、あの入っているというふうに、ね、ビニームはあの言ってましたよね。あのそれぐらいですね、非常に前作と比べて、まあ、テクニカルな部分もあるけども、どちらかというとエモーショナル、そして、まあ、非常に、まあ、アダルトロックというんでしょうかね、非常に味わい深い、まあ、そんな作品になっておりますよね。まあ、1曲目なんかね、いきなりタイトルにパンクボーンジャムなんていう風に、ね、タイトルがついているように、本当にソウルフでファンキーなあの曲なんですね。ただギターソロに関してはもちろんエレクトリックギターを使ってて、非常にあの、まあ、テクニカルなフレーズをやっているんですが、いわゆるその本当に早弾き一辺倒だけではないっていうね、そこがまあ今回のアルバムの特徴ではないかなとは思っております。そしてね、今回もね、多彩な非常に豪華なゲストを、ね、入れておりまして、例えばね、ルディ・サード、ね、オジー・オズボーンとかね、ベースを弾いていました、このルディ・サード、ルディが、まあ、ゲスト参加で1曲弾いていたりします。さらにはね、あれですよ、ジョーダン・ルーです、ドリームシアターですね。まあ、彼なんかもあの1曲ですね、ピアノで、このビニー・ムーアの曲にゲスト参加してたりしますんで、まあ、本当に彼 の、ね、その人脈という部分でも今回はですね、大いにフルに活用して、本当に、まあ、聞き応えのある、ね、この時期に、ね、聞くと本当にしんみり、ね、染みてくるような、非常にメロディックでドラマティック、そして、まあ、あれですね、エモーショナルな、そんな作品に仕上がっていると思いますので、ぜひ前作 の、ね、アルバム気に入った方、この進化したビニームアの、ね、ソロアルバムも聴いていただきたいと思います。ちょっと過ぎちゃったリタさん、リタさんね、ここからだとね、はい、砂時計見えないという、うん、あ、本当ですか、よかった、ギリギリです、はい、ほんまかいなギリギリです、はい、ということで、はい、ビニームワのね、本当にいいアルバムなんで、ぜひ聴いてみてください。ソウルシフターをご紹介いたしました。それでは次の作品に行ってみましょう。リタさんお願いします。はい、イタリアンペイガンフォークメタルの U エルベンキングのニューアルバムレーダーオブザルーンズディビネーションです。はい、続いての作品は、今リタさんが紹介してくれた通りですね、メタルフロンティアからは初めてのリリースとなります、エルベンキングのニューアルバムを紹介しましょう。それでは行きましょう、メタル砂時計スタート。はい、ということで、このエルベンキングなんでございますけどもね、皆さんね、まあ、ひょっとするとね、まだ記憶に残ってるかもしれない、なんとね、このエルベンキングね、今年来日公演をやったのはリタさん覚えてますか？覚えてますよ。覚えてます？渋谷のね、リオミュージックエクスチェンジというところで、やったんですけども、あの時はね、イタリアメロディックフェスティバルというのをね、やりまして、ラビリンスでしょ、あとトリックアトリート、そしてこのね、エルベンキング、この3バンドでね、ライブをやったわけなんですよね。まあ、非常にね、イベント自体も盛り上がったんですけども、まあ、この、エルベンキングなんですけども、まあ、ペイガン、フォークメタルなんていうふうに言われておりまして、まあ、いわゆるね、そのメタルバンドなんですけども、そこにまあバイオリンのね、バイオリニストなんかもいたりして、そういったあの非常にまああのフォーフォーキッシュな、ね、ヘビーメタルをやっているというところが、まあ彼らのサウンドなんでございますが、まあ今回のねアルバムなんですけども、まあバンドとしてはね、初めてのコンセプトアルバムになんとねチャレンジしているんですね。まあメンバー曰くですね、この作品、このコンセプトは3部作であるというふうにね言っておりまして、今回はディビネーションというねタイトルがついておりますけども、まあ、今後ねこの、リーダーオブザルーンズシリーズがあと2作ねアルバムとしてはリリースされると思います。で、まあ、今回ねそういったあのコンセプトアルバムということで、まあ、何がね、まあ、違うのかという点なんですけども、やっぱり彼らね、まあ、インタビューをしましてね、メンバーの、まあ、コメントを聞くとですね、まあ、彼らが影響を受けた音楽性の中にワスプとかね、サバタージュとかね、こういった非常にあのメタルシーンの中でも名盤と言われている、まあ、コンセプトアルバムを残しているバンドたちがいまして、まあ、自分たちもねこういったバンドに続くべくね、コンセプトアルバムを作っていきたいというのが、まずこの作品の、まあ、そもそものね立ち上げた、理由であるというふうに、ね、言っておりましたよね。まあ、そしてねコンセプト自体は、まあ、メンバー自身が書いていて、まあ、非常になんていうのかな、ファンタジックな要素が結構あるかなと思います。まあ、今までのねやっぱりエルベンキングの中では一番そういう意味ではあのファンタジックの作品、まあ、テーマですね、そういう方に寄せているかもしれないですし、一番のポイントはね、曲がねやっぱりその今までねペイガンだフォークメタルだというふうに言われていたバンドではありますけども、非常にキャッチーですね。これはねやっぱりこのアルバムとしてこのエルベンキングはね、やはりこの世界水準というのかな、そういった世界を見据えてこのアルバムを
3部作でリリースするっていうね、なんかその非常にポテンシャルの高さというんでしょうかね、まあ、そういったものが、このサウンドからも感じ取れます。あとはなんといっても日本でもねライブを見た方ね、分かると思いますけど、彼らライブが非常にいいですよね、まあ、そういったあのライブでね非常に盛り上がる曲なんかも彼らはもう本当に意図的にね、非常にキャッチーな曲はそういうふうに寄せてライブで盛り上がることを想定して書き上げてるっていうところが、本当にいいと思います。曲のね粒のね揃ってる感で言ったらね、過去作より今回のこの、アルバムの方がね本当にねいいですね。一つねバンドの格を一段レベルアップさせているね、そんなアルバムに仕上がっているんじゃないかなと思いますね。いや今回ねまたこのアルバムを引っ提げてね、またねぜひね来日公演なんかも期待したいですし、なんとバンドはですね2020年から、ブラザーズ・オブ・メタルと一緒にね、ヨーロッパを駆け巡るそうです。ぜひね2020年このねエルヴィン・キングメタルシーンで話題をね作っていってもらいたいなと思います。はい、リザさん間に合いましたか？間に合ったと思います。はい、ちょっと超えちゃったけどね。でもねリザさんね、このエルヴィン・キングは本当にねあの私去年ライブ見ていいなと思ったバンドなんですよ。でリザさんも結構かっこいいって言ってくれたでしょ。だから結構ねこの日本のマーケットで本当にもっともっと大きくなってもらいたい。そして、まあ、次のねリリースになりますけども、このブラザーズ・オブ・メタルとのツアーっていうのも本当に世界でね話題になってほしい、まあ、そんなね私この12月に、ね、紹介するこのエルヴィン・キング、まだアルバムとしては結構出しているけども、メタルフロンティアとしては1枚目なんで、新人というね気持ちで強くねプッシュしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん、この作品ねチェックしていただきたいと思います。ただいま紹介させていただきました CD は全国のレコードショップまたは通販サイトキング e ショップでも購入いただけますので、ぜひチェックしてみてください。次回のニューリリースインフォメーションのコーナーでは、斉藤の2020年最初の一押しバンド、スウェーデン出身の男女混合8人組ペイガンメタルバンドブラザーズ・オブ・メタルの日本デビューアルバムとプレイングマンティスのライブアルバムを紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに。以上ニューリリースインフォメーションのコーナーでした。ゲストコーナーです。2019年最後の、ね、ゲストコーナーとなりますね。今回のゲストコーナーなんですけども、能ごとの、団長がね、このキングレコードに遊びに来てくれましたので、その時ね、まあ、今年1年の活動の、まあ、総括、そしてね、2020年の能ごとについてね、いろいろね話を聞いてきましたので、そのインタビュー映像をご覧いただきたいと思います。はい、ここでですね王様ロックゲストコーナーの時間が突然やってまいりました。2019年もですねもう間もなくね、幕を閉じようとしていることでね、まあ、1年をね、まあ、総括しようと思ってですね、何の前触れもなしにですねこの方を呼んじゃいました。ということでじゃん、はい、ノーボット団長です、よろしくお願いします、はい、ということでノーボット団長さんをですね、突然このキングレコードの本社にね呼びましてですね、まあ、話を聞いていこうかというんですけど、はい、じゃあ何やろうかというかなりですねこのまあ完全に言えばノープランなね、トークゲストなんでございますが、いろいろ試してますよ、こう5つもクレのねゲストということで、まあまあいろいろ話してもらうことは思うんですが、はい、団長の1年間のトーク力を試そうじゃないかと。トーク力ですか、うん、さああなたは1年どんだけトークに磨いたのかと。え、俺トークを磨いてたんですか？俺全然わかんない。そんなことないですよ。はい。いやいや、計算してましたよ。計算しました。はい。7まで久しぶりですよね。そうですね。いつぶりですかね。もう進撃？進撃の時に確かね、あっちのビルでね、はいはいはい、はい、ゲストに来ていただいて話を確かに聞いた覚えがあるんですけど、マジでから。俺は逆に、うん、この1年間王様ロックのパーソナリティをやり続けた、うん、斉藤さんが逆にどれだけその、うんうんパーソナリティ能力というか MC 力を上げたのかも、それは逆に総括するのかなと思って。あれまずいな、これプロにさ、そういうちゃんとさ、プロつけるわけじゃないですけど、最近結構ゲスト呼んでたんですか？最近ね、ゲストもね、都合があんまつかなくてね、まあ普段その王様ロックで紹介する作品ってやっぱ海外の方が多いじゃないですか、うんうん、そうだね、こう海外のゲストとか来たりしたんですか？海外のゲスト来ましたよ、ね、どれクレイジーリックスっていう、クレイジーリックスちょっと確かね陽気な メタルっぽいね、はい、団長のなんかお知り合いの方もライブ来ていただきました。いや俺見たかったんですよね、そう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 、素晴らしいライブでしたけどね。そういう時って英語で、うん、
MC するんですか。英語で MC を振りだけするんですけど、はい、込み入った質問になるとだん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 答えられなくなってくるんで、一応バックアップ通訳っていうのがいいですよ。やっぱりこう、これ YouTube じゃないですか、今、はいはい、媒体が、うん、やっぱこの王様ロックっていうのもワールドワイドに見れてるんですか。ワールドワイドに見れるらしいんだけど、よくね、外国人のね、まあ、ミュージシャンとか向こうのレコード会社とか、英語の字幕つけてくれって言われてるけど、いや、これね最近本当に俺も思ってて、これ他社のアーティストさんですけど、はい、お世話になってる、人間さんが、はいはいはい、最近もう全部 PV、うん、MV に AC をつけてるんですよ、うん、あ、逆につけてるのね、AC をね。そしたら、うん、アクセス数がベラボール伸びて、要は海外の方ってやっぱすごい YouTube 見られるし、うん、コメントとかすごいつけてくれるんですけど、うんうん、もうコメント欄が全部海外の方なんですよ、うん、あ、なるほどね。でついにその100万コメントを超えて、うん、でその海外にオファーがみたいな、うん、あったりとかしたんで、うん、ちょっとノーゴットも、うん、今後、うん、その MV とかにやっぱその字幕をつけるべきじゃないかっていう今会議があるんですよ。歌詞の字幕ってことね。歌詞の字幕です。これあれですよ、私今年のことをボーダーラインとか出したでしょ、はい、時ミュージックビデオを YouTube に上げた時に、はい、一応ね日本語のガイドと英語のガイドに入れてるんですよ、はい、そうなんですよ、説明のところね。そう、今プラスなんかボタン一つで、うん、できるんですか、字幕みたいな、うん、はいはいはい、あれ もうやっていかなきゃ、特に我々みたいな、うん、やっぱ海外のエッセンスが強い音楽をやってるバンドはやっていかなきゃいけないんだろうなと思って、ね、で結構、うん、ベストバンド出した時に人間さんが、うん、全部 AC をつけたんですって、うん、英訳、はいはい、それは CD について、 CD について、へー、そういうのもいろいろやっていかなきゃいけないのかなと思って、うん、まあ、ワールドワイドね、確かにそうね。だって YouTube のコメントとか大体書くのは外国の方ですからね。やっぱ、熱心なんですよね、やっぱその、うん、特にその日本の音楽に興味がある人って多分やっぱ世界中にいるんですけど、うん、やっぱその文字の壁ってのはやっぱどうしてもこういう音の壁、音の壁ってのは割と簡単に超えられるもんですけど、うん、やっぱそのメッセージの壁っていうのがあるみたいで、うん、ちょっとやっぱ真剣にやっぱ私も英語を学ばなきゃいけないんじゃないかなと。でも昔ジャパンキスとか頑張ってやってたじゃん。あの時はもうだって俺のあの時あれそう、ジャパンフランス行った時は斎藤さんに教えてもらった海外の方が喜ぶ煽りは何だって言ったら、うん、スクリームって言っとけばいいんだそんなこと言いましたっけ。メイクサムノイズって言えばいいんだ。あ、そうだね、言った言った。もう一言目にはメイクサムノイズでしたよ。あとね、多分ね、Are you ready? とか言ったら多分大体こうってなる。そう、Are you ready? とメイクサムノイズとスクリーム3つだけで乗り切りましたよ、何を。それでいいと思います。いやでも大体合ってもらう。でもやっぱそのミートアンドグリードとかするときに、うん、やっぱこう、やっぱりね、会話をしたいじゃないですか。そうね。でもね、一生懸命ね、向こうもが日本語でね、話しかけてくれたりするじゃないですか、外国語でね。でもやっぱその一応共通語でやる、ね、その英語でも答えたいよね。英語で答えたいなと思うんで、やっぱその気持ちは非常によく分かる、まあ、もちろんその歌詞を英詞にしたいとかいうわけではないんですけども、うん、どういうことを歌ってるのかとか、うん、そのどういう思いがあるのかぐらいはその伝えられるように、その、まあ、例えば字幕だったりとか、うん、まあ最低限のその英会話ってものは学びたいなって、ちょっと最近常に思ってます。やっぱ王様ロックも、やっぱ海外に向けて、やっぱその日本のヘビーメタルを背負って立つ番組ですから、これ、ね。たまにね、僕のスクリーンショットがミュージシャンばっかりって送られてきたりするんですよ。すごい、ね、これ見つけたぞみたいな。レボーみたいな。すげえ。じゃあね、ちょっとね、1年間ロボットね、はい、今年作品も出しました。はい、まあ、振り返っていこうじゃないかと、はいはいはい、まず4月進撃というね素晴らしいアルバムね、はい、ミニアルバムが出しましてね、はいはい、でまあ、その後ツアーもあって、はい、回りましたけども、はい、まあ、まず久々だったじゃないですか、作品のリリース、ね、そうですね、はいはいはい、どうでした今振り返ってみて。まあそのメンバーの、うん、まあ、脱退とかもありまして、うん、なかなかそのコンサートに今出せてなかった状態で、うんうん、改めてノーゴットってバンドがもともと何をしたかったのか、うんうん、すごいその初期衝動とかを見つめ直した結果作ったアルバムだったんですけども、うん、やっぱ久しぶりにその満足のいく出来というか、うん、まあ、どの作品もその時その時その自分たちの中でその、最大限尽くしてるんですけど、うん、やっぱりその作品によって我々もやっぱいろいろやりたいことがこう変わってたったりするので、うんうんうん、例えばこの作品は今すごくそのヘビーメタルに寄りすぎて、うん、音楽的なあれに寄りすぎて、うん、その分かりやすさがなかったりとか、うん、そしたらそのノーゴットの昔からインディーズの頃
を主にご問じてる方からすると不評なんじゃないかなとか、そういう、はい、あのいろんなそういう思惑はあったんですけども、うん、今回のやっぱ進撃に関してはすごくその誰が聞いても、まあ、ノーボットのファンの方は絶対誰が聞いてもこれは納得してもらえる、うん、プラスその、まあ、化粧してるバンドにあんまりその、うん、得意じゃないかとか、うん、あにも響く作品だったと思いますし、うんうん、すごくいい塩梅のミニアルバムだったなと思いますね、うんうん、はい、まあ、本当にね、今の4人でね、はい、まあ、レコーディングして作った最初の、まあ、作品みたいな、まあ、ある種ちょっと仕切り直しみたいな、ね、作品じゃないですか、はい、まあ、そういう意味ではすごくね、曲の粒は揃ってたし、まあ、なんか残ってあるようでちょっと新しいみたいな雰囲気もあったんでね、はい、本当ね、いい作品だったと思います。そうですね、はい、まあ、ただちょっとミュージックビデオがね遠くてね花粉の時期で大変だったなっていうのはね、あ、まあ、よく覚えてますけどね。すごかったです。あれ大変だったよね。大変でしたよ。もともとそのボーダーライン、まあ、まずその MV をどれにするかってところからまず揉めてましたからね、うん、ね、シアンにするのか、ね、はい、ボーダーラインにするのか、それが分かりやすくその、まあ、他の 何曲にするのかってね、するのか、あ、そうだ、マスクもあったね、でもありましたけども、うん、結構斎藤さんとか、うん、その事務所の社長とか、うん、割とこうシアン、そうだ、ね、推しの方が多かったんですけど、俺はもう絶対、うん、そのまあ新体制のノーゴックの一発目の MV、うん、やっぱ MV って一番拡散力あるものじゃないですか、うん、先ほどその YouTube にしかりですけど、うんうん、やっぱりそのメッセージと一番そのノーゴックとしてストレートなものを出したかった、うん、待って、やっぱボーダーラインって俺はもう、うん、男女ブレなかったね、もう絶対ボーダーラインで撮らせてください、うん、その代わり、うん、言ったからにはどういう映像にするかっていうのを決めてたので、うんうん、もう滑走路がいいです、うん、ね、もうその滑走路というそのラインの真ん中に立って、うん、自分たちがそのこのライン、今そのライン上にいると、うん、これを超えるか超えないかこれからにかかってるっていう意味合いを持たせたかったです、うんうん、あとそのいろんなその MV をやっぱそのメジャーデビューしてから撮らせていただきましたけれども、うん、やっぱ一回シンプルなものを撮りたかったんですよね、もう演奏だけでね、はい、ダンスしてる、もうドラマ仕立てだったりとか、うん、その CG を駆使したりいろいろやらせていただきましたけども、うん、じゃなくて純粋にそのもう人ともうメッセージとサウンドだけで勝負したかったっていうのがあって、うん、その本当シンプルなただ演奏してるだけの PV 撮らせてくださいっていうオファーをしたところ、うん、その静岡の海っぺりの方の、その滑走路の撮影ができるところ、うんうん、があって行きましたけれども、はい、なかなかすごかったですね、花粉がやっぱり。あの時期ね、あんなに風がビュービュー吹くのかっていうぐらいね、吹いていて、そんな花粉の時期なのかと思ったんですけど ね、 そうですね、ちょうどなんかね、成り立てぐらいだったのかな、あれも結構自分きつかったかな、あれ。いや、なんかロボットのメンバーって花粉症って俺しかいないんですよ、ひどいのが。いや、もう撮影中、どんどんその白塗りが剥げてっちゃうんですよ、鼻水が止まんなくて。でそういうところも含めて、まあ、すごくあと前日大雨だったじゃないですか。あ、そうそうね、そう、ロケの怖いのって、ね、うん、大雨降ったらもうおしまいなんですよ。あれ確かね、その滑走路もなんか予備日みたいのが取れる滑走路と取れない滑走路があったんで、はい、滑走放置があったのかな、はい、滑走路自体もね、はい、それで行き場所が変わるってなってて、で実際取った場所って潰しが効かないとこだった、一発勝負、一発勝負のね。でもうそれにかけてたんですよ、もうこれで雨降ったらもう俺らがもうボーダーライン超えれないぐらいのもう覚悟でいったら、まあ見事にですね、撮影の時間に雨が止み、撮影の終盤そのドローンとかを飛ばしてその空撮する、結構景色が重要なシーンになったら、どんどんその撮影終盤に向けて晴れてってるっていう、あれはそうね、美しいね、こう。そうですね、ノーゴット そのこれからの未来が明るいんじゃないかっていう部分も含めて、ね、あれもいい MV だったな、もう。だって私、あれあの時も言ったかもしれないけど、はい、前の日にね、前乗りしてたんで、そうですね、出張からそのまま乗り組んだ、はい、もうめちゃめちゃ雨降ってましたからね、土砂降りでしたね、これまで終わったなと思ってたけども、実際晴れてね、実際ちょっと早まったんだよね、早まりましたね、天気予報とね、その晴れの日がね、あれほど良かった、ね。あの MV 本当にダタピローって本当に長い滑走路じゃないですか、うん、でなんか一応その撮影ができるということで、その一応私有地扱いではあるんですけど、その撮影、地元の方って
普段その全く使わないところだから、うん、割とそういうの知らなくて、うん、結構お散歩コースになってるみたいで、うん、あと割と撮影中やっぱすごい奥行きのある映像を撮ってたんでちょいちょいお散歩おじいちゃんとか、そうだね、お散歩おばあちゃんとかふって入り込んでて、なんか自転車乗ってる人とかちょっと入り込んで、そのたんびにあの監督さんがカットすいませんってちょっと行ってきてってスタッフさんがあのすごい距離をチャリンコでバーって走ってあのすいませんここ今撮影中なんでって言って、あの一回そのはけてもらって戻ってくるっていうので、 それで大体10分ぐらい止まるんですよ、うんうんうん、それがちょいちょいありました、ね、あ、そう、そういえばそうでしたね、そんなことがありましたねまあそれもね、今となってはいい思い出でしたね、いい思い出ね、まあ、そんな進撃出して、まあ、夏前に一回ツアーをやって、はい、で実はね、夏のイベントで秋にもう一回ツアーやったんだよね。そうですね、うん、やっぱその最初のリリースして直後の、その進撃のツアーっていうのは、うん、当面半しかやらなかったので、うん、その結構その3本のライブがすごく良かったんですよ、うんうんうん、で、あ、これはもっとこの進撃っていうものの良さをもっとライブでいろんな人に見てもらいたいなっていうのがあって、うん、一回夏の、まあ、イベントツアーが終わった後に改めて仕切り直して、ね、行ってない地方に行かせてもらったりとか、うん、第2章みたいな感じだったかな、はい、うん、いやもうすごく盛り上がりましたね、うんうんうん、やっぱ進撃ってアルバムはそのどの曲もライブ映えするなというか、うんうんうん、思いもありましたし、うん、やっぱ一回そのワンマンで、うん、作品のテーマでそのライブをやるじゃないですか、うん、でそれが終わっちゃうと、結構そのアルバムの曲ってやらなくなっちゃったりするんですよ、うんうん、その時のイメージでそのセットリストを組んでるので、ね、うん、でもその進撃の曲をもっとの既存曲を入れて、うん、イベントツアー、対バンのツアーでやって、うん、さらにそのライブ感とかを回した後にさらにまたワンマンツアーに戻したので、うん、後半のツアーの方がさらに良かったです。後半のツアーね、私もツアーファイナル見させていただいて、はいはい、本当に新曲が、まあ、随分バンドにも馴染んでたし、はい、やっぱりライブの始まり方もね、前半のワンマンとは全然違ったんで、ね、はい、後半は良かったですね、すごく見せ方がすごくやっぱり練られていて、まあ、それが完成形に近かったっていうか、はい、素晴らしかったですね。やっぱ特にその、うん、最初のワンマンツアーの時は、まあ、割と1曲目から、イントロダクションみたいなものかな、うん、カーテンライジスから、うん、まあ、マスクからボーダーラインっていうのは基本鉄板で組んでたんですよ。そうだね、うん、で、この間の渋谷クラブクワトロのファイナルは、うんうん、アンコールの最後だったんですよ、うん、ボーダーラインは。そうだね、そうだ。で、要はずっと頭の方でやってた曲を最後の最後でもうアンコールの一番最後にしたんですけども、うん、その最後の最後でボーダーラインが始まった時のお客さんのうわーっていう感じが、うん、あ、届いてたっていうか、その浸透したんだなっていうものを感じて、そのお客さんの声もまた一段階上がったじゃないですか、うん、最後の、サビのシンガロングのところが、うん、すごいやっぱ感動的な、あれはね、見せ方の勝利です。やっぱ新曲を前半でやって、はい、夏のイベントで育てていき、はいはい、後半のツアーで定番曲とするみたいなね、うん、まああれは本当にライブバンドだからあるじゃないですか、まあ、技ありのセットリストじゃないですかね、はいはい、あれっていう曲をね、やっぱこう鉄板にしていくんですよ、ね、うん、まあ、素晴らしかったですよ、うん、本当にやっぱちゃんとアルバムのツアーっていうのは、うん、しっかりそのただそのアルバムの曲をリリースしたからもありますじゃなくて、うん、アルバムの曲を本当に成熟させることにもっと重きも置こうかなと思いましたね、うん、ただそのバッてやればこういうシングルとかこういうアルバム出しましたって、うん、ただそのライブをするんじゃなくて、この曲がその今後ノーロットにどういうそのエッセンスをもたらしてくれるかってこともちゃんと考えつつ、ツアーを回らなきゃいけないんだなっていうことを改めて学びましたね。きっとね、ボーダーラインは今後いい働きをするね、曲にね、うん、なっていきますよ、きっと来年とかね。これも本当にまあ、何度もその YouTube の話になっちゃうんですけど、やっぱ如実に、やっぱいろんな人に響く曲って再生数違うじゃないですか。あ、確かにね。だからすごいメタル寄りの曲っていうのはその、メタルの人には響くけど、うん、例えばそのビジュアル系が好きな方にはちょっとそのとっつきづらかったり、まあ、逆もしっかりなんですけど、うん、やっぱボーダーラインって未だに再生数、うん、伸びてますしね、うん、もう今10万超えてるんですよ、うん、再生数。
やっぱりあれじゃないですか、あのストレートな部分っていうのがやっぱいいんじゃないですかね。ノゴトは結構そのストレートな部分っていくつかあるから、スタンダードとかに近いものがあるんだけど、はいはい、やっぱ今のノゴトができるその本当ストレートなあの直球勝負の曲っていうのがボーダーライン、まあ、歌詞もいいのかな、ボーダーラインって、まあ、シンプルでしたね、すごい、まあ、分かりやすいってね、うん、そんなノゴトですけどね、はい、一応私ね今司会のね段取り考えながら喋ってますから、ああ通りで途中に心ここに張らず感がそんなノーボットなんですけども、はい、なんとね年始早々もういろいろね動き出すということで、はいはい、まあ、ちょっとねあの告知を、ね、しようかなと思うんですけど、はい、まず、もう年始早々1月8日からのライブでなんとですね、はい、まあ、会場限定シングル第3弾となるこのヘリックス、はい、こちらを、会場で販売していくのかな、はい、会場限定という形で、はい、っていうことになりますね。このヘリックス、まさにそのツアーファイナルが終わってからね、もう急ピッチで作業を進めていったものなんですけど、はい、ちょっとこの曲解説してもらおうかなと思います。はいはい、3曲かけてます。はい。ヘリックス。ヘリックス。ヘリックスだ。ヘリックスだと思います。油かたき。油かたきですね。はい。エンドロス。はい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 。ヘリックス。ヘリックス。ヘリックスです。ヘリックスです。ヘリックス。はい。ということで、まずですね、この表題曲のヘリックスなんですけど、まあ螺旋というふうにまあ直訳するとそういうふうになりますけども、はい、まあ、これはまあノゴットっぽいね、そのいわゆるストレートなヘビーメタルなミュージックなメタルな曲かなとは思うんですけどね。はい、この曲はどうでしょうか。まあ、そのノーボットって、うん、その原曲者によってその方向性が基本的に絶対変わるんですよ、うん、まあ、例えば、俺が作ったらボーダーラインみたいな、うん、あの要はストレートな曲になりますし、うん、例えば新の、その時の新のが作ったら、うん、結構エモーションのギターロックだったりするし、ちょっとコードストロークとかね、はい、そういう感じの曲で、やっぱあの切り絵が、うん、原曲を持ってくると、今回そのヘリックスちょっとややこしい曲になるわけですね。まあその様式美があったり、その メタルだったりハードロックだったり、まあ、緻密な曲みたいな感じね、はい、結構爪がちゃんとねしっかりしてますからね、はい、ね、まあ特にそのやっぱ切り絵色が強い、うん、あの曲だなと思いますね、はい、うんうんうん、まあそうね、結構展開の細かさとかね、そうですね、それの方はちょっと彼のアプローチが随分あるかなと思うんですけどね、まあ、きっと例えばそうだな、まあ、ノーゴットが今までやってきたような、まあ、例えばホローとかね、まあ、いろんなタイプのあるんですけど、はい、ああいう多分、うん、あのタッチの曲が好きな方はこのヘリックスっていう曲は本当に、ね、うん、いただけるんじゃないかなと、まあ、いわゆる鉄板曲とかですね、はい、で2曲目3曲目と続くんですが、この2曲目のですね油かたぶら、この、ね、曲は私は結構新境地に行ったかなと思ってますけどね、やっぱそれはなぜかというと、うん、あのちょっとドラムの K 君が作曲に携わってる、うん、K 君作曲、はい、珍しい、A メロ、B メロとかは K 君作曲しないで、サビとかは新野さんがちょっと色付けしてる感じなんですけども、うんうんうん、まあ当然そのメインの曲を作る3人ではやらないようなことを、うんうんうん、ね、全然引き出し違いますからね、はい、うん、なんかすごい新鮮な感じがする、まあ、ジャンルっていうとすごく難しい、うん、あのところに、まあ、平たく言えばロックっていうふうにはなるんですけれども、うんうん、あのまあ、これはなんかライブでなんか起爆剤になりそうな、うん、まあ、サビで開けるしね、はいはい、サビはすごくキャッチーなんで、あのライブ受けするんじゃないですかね、そうですね、なんかこう、まあ、歌いやすい、四つ打ちの跳ね物というか、ね、ちょっとまあダンスっぽいというか、うん、不思議な曲です ね、 ね、サビはあのヒデさんと私のツインボーカルが、あ、掛け合いがね、掛け合いが楽しめる、ね、そう、団長の主戦の後に続く形で、ね、そうなんです、ヒデさんのねプライスが入ってきますけどね、はい、まあ、私これはあの何つうかな、まあ、隠し玉というかね、結構この作品の中ではもうあの本当にいいね、あの働きをしている曲かなという、はい、曲だと思いますよ、はい、結構あの想像の全くなんか裏逆をいくようないい曲に、そうですね、まあ、例えるならね、ノーゴットをお好きな方が予想できない曲になってると思います、ね、はいはい、でそんな油がたぶらの後にはエンドロール、これまた結構ね美しいなんかね始まりで、ね、行くんですけど、はい、始まると結構やっぱ新の節というかね、そういうのがちょっとありますね、うん、まあエモい、シンプルなギターロックっていうか、うん、簡単に言うとエモい、まあ、これは まさに新の節がもう猛烈に出てるという感じの曲でございますね、うん、ね、はい、うん、まあ、結構そのエンドロールっていう歌詞自体が、うん、あのいわゆる進撃ってものを一旦ここで、うん、あのしまいにするっていう意味もあって、
あ、ちょっとつながってるんですか、じゃあテーマかなんとなく、ちょっと中で、裏テーマでもいいんですけど、そうですね、そのあまりにもその進撃が良すぎて、うん、あの進撃から抜けれなくなっちゃうのは良くないなと、うん、やっぱその来年15周年、そのメジャーデビュー10周年という節目の年で、うん、まあ、一旦その進撃ってものを、うん、を引きずるのを終わろう、うん、っていうのもあって、そのエンドロール、なるほど、進撃のエンドロールみたいなね、そうですね、はい、っていうのはちょっと、あの、なるほどね、ミーニングとして、あるちゃん、あ、それは面白いですね、はい、はい、というですね、あのこの書き下ろしの3曲入りのこのエリックスがですね、1月8日のライブ会場から販売されるということで、あの、はい、もちろんこちら限定、枚数というかですね、あの本当にもう期間限定商品になりますので ね、あの早めにね、はい、あのぜひね買っていただきたいなと思いますけど、久しぶりの、 あのちゃんとした CD の、 あのシングルなので、そうだね、えらい久しぶりに、確かにそう、そうですね、はい、はい、なのでぜひとも、あの、うん、あのお手も、お手に取って、うん、あの聞いていただきたいんですよね。俺最近びっくりしたんですけど、うん、あのこれマスタリングしてる時に、うん、いつもあのノーボットのマスタリングをしてくださる、はい、渋沢さんっていう、アナウンサーエンジニアの、うん、渋沢さんに、うん、あの、まあ、最近そのサブスクとか、うん、あの、まあ、いろんなあの形で CD 以外にも音楽を聴ける、うん、買える、まあ、世代じゃ時代じゃないですか、うん、なんかどうやら、うん、そのネットにそのサブスクなり、うん、YouTube なり、うん、あの音をアップロードする時って、うん、規制がかかるらしいですね。どういうことですか？音量の規制が、あ、要はラウドネス規制っていうのがあるらしくて、うん、あの一定 の、 その音量を超えると、うん、そのフォーマットでこう下げられちゃうんですって、うん、本来アーティストが、うん、あの出したり音が聞けない場合があるらしいんですよ、どうやら最近。まあ、でもプロモーションって考えたら、まあ、それでいいじゃん。そうなんですよ、ただ本当にそのアーティストが出したい音ってやっぱ CD でしか弾けないという、うん、いや、そういう風にした方がいいと思います。なるほど、じゃあ CD の付加価値ってその今の時代に必要ないのかと思ったから、うん、逆にそこに付加価値がつくなと思って、うんうんうん、あの、まあ、素晴らしいあの、うん、音で、はい、あの入ってますね、ぜひ CD で、はい、CD プレイヤーで聴いていただきたいですね、はい、そうですね、はい、私はもうずっと CD 派ですからね、こんなこと言ってもあれかもしれない。この間斉藤さんの手荷物を整理してたら尋常じゃないかと CD 出てきましたからね、倉庫から出てきましたよ。あ、見ました、あれ結構大変だったんですよ、整理するの。斉藤さんは CD 捨てれないおじさんなの、ね、そうなんです、捨てれないんですよ、気持ちはわかります、捨てれないですよね、 CD って帯が好きなんで帯が好き、盤面が好き、ブックレットが好きみたいな、完全にね、キッズですね、そうなんですよ、キッズ、さすが CD、 CD を眺めてるだけでも幸せな人なんです、ね、ぜひ眺めてください、お手に取って、はい、ぜひね、はい、あの会場でお買い求めいただきたいと思います、はい、ということで、このツアー、はい、何本ぐらいやるんですか、大体。十何本はやると思います、はい、その1月から、うんうん、1月、2月、3月ね、3月までやる、はい、3月がファイナルが、新宿ブレイズ、うん、はい、でありますね、うん、で実はその会場限定シングルとは別に、うん、あの1月2月3月、うん、そしてツアーファイナルと計4回、うん、あ、そうですね、実はですね、うん、さらに無料配布の、うん、ね、シングルを、なんで大盤振る舞いなバンドなんでしょう、まあ、うん、アニバーサリーでございますから、はい、でここのこの3曲に関しては、うん、ヘリックスの3曲に関しては、うん、あの俺以外のメンバー の、うん、その色を存分に出してもらったので、うん、その配布の4曲に関しては、うん、私団長完全プロデュース、うん、の、曲が4曲、団長が作曲も関わってる、作曲、そうですね、作詞は、まあ、もちろんそうか、そうですね、全曲作詞作曲ですね、うん、はい、うん、で私の趣味の、うん、シュルレアリズムという、うん、まあ、アートのジャンルがあるんですけど、うん、それをフューチャーした、うん、シュルレアリズム4部作というものを、うん、1月公演、2月公演、3月公演、ツアーファイナル計4回、うん、会場で配布させていただきますので、そちらもまた、ね、このヘリックスでは、うん、味わえない、うん、ノーコットの、うん、まあ、好きの部分といいますか、うん、ちょっと面白い部分みたいなの見せれたらなと思っております、ね、はい、無料で CD をもらえて、しかもね、新曲の3曲やシングルも会場で売ってるってね、まあ、非常に特別なね、本当にワンマンライブを、はい、まあ、やるということなんで、まあ、全部来て音源集めたら全部ね7曲になるんで、うん、まあ、ミニアルバム、うん、ね、本当ですね、ちょっとした作品になりますね、ミニアルバムを聴けるという、うん、ちょっとまあ、はい、アニバーサリーなんで、はい、はい、ぜひね、はい、会場の方にね、遊びに来ていただきたいと思います。まあ、私もちょっとね、はい、ちょいちょい、どっかで顔出すんで、あ、ありがとうございます。音源ください。あ、もちろん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 でございます。はい、はい、ということで、ぜひね、またね、2020年もね、ぜひ皆さん、はい、ノーゴットのライブにね、はい、どんどんね、お越し
ていただき、バンド盛り上げていただきたいなと思います。お願いします。ということで団長さん、はい、あの今年1年もね、はい、お世話になりましたもんね。ありがとうございます。お世話になり続けても10年、はい、来年が10年です。10年、はい、ね、ノーゴータ2010年6月9日、ね、シングルカクセルデビューしてますので、そうですね、はい、もう本当にもう月日はね、発達の早いものですけどもね、はい、今年も本当にお世話になりました。本当にありがとうございます。そしてまた来年もね、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、ということで皆さん、王様ロックもね、ぜひね、来年も引き続き、はい、ご視聴いただきたいと思います。ということで、はい、王様ロック TV ゲストは、ノーゴッドの団長さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。レッツゴー。はい、今回の王様ロック TV もあっという間にね、エンディングとなりました。そしてね、2019年、最後のね、エンディングコーナーになりますね。さて、1年間ね、2019年も間もなく、終了となりますけども、まあざっくり、まあなかなか1年長いですけどもね、1年間を振り返ってみたいなと思いますけどもね、今年もいろんなことがありました。さて振り返ってみると、リタさん、どんな1年だったでしょうか。何か記憶に残ったことですか。いっぱいあるでしょう。だっていろいろ来日ありましたよ。もう来日もあったんですけど、うん、はい、ラプソディオブファイヤーとノンステイルはちょうど斉藤さんが不在で、あ、私リタさん英語そんな喋れないんですよ、うん、なのに一人でなんか全部アテンドしました。いや、リタさんかなり頑張りましたね。死にました。あの、かなりね、頑張りました。頑張っていただきまして、もうその節はお世話になりまして、もうね、超頑張りました。メンバーでもね、ラプソディね、ラプソディオブファイヤーもノステイルもいい人たちだったでしょ。皆さんいい方たちでしたよ、ね、そうなんですよ、まあ、メンバーの、ね、人柄としては本当に素晴らしい人たちだったと思うんでね、ちょっと私確かね、他の現場と被ってたり、なんか海外行ってたりしてたのかな、確かにいなかったんですね、その時はね。なので、まあ、リタさんにちょっとお任せしてね、しちゃったんですけども、まあ、後からね、まあ、いろんなそのレポートというかね、報告を聞く限り、まあそんなにね、トラブルもなくね、終わったのかなと思うんですが、とにかくでもあれですよね、飯を結構ね、食事を結構いっぱい食べるじゃないですか、あの人たちね。だからその辺がね、大変だったのかなと思いますけどもね。食べ放題ね。そう、まあ大体あの皆さんね、外国のミュージシャン日本に来ると寿司を食べたいとかね、刺身食べたいとかね、まあ、あるんですけどもね、まあ、彼らも確かそんな食が好みだったような気がしますけどもね。うん、まあでも本当に来日たくさんありましたね。ラプソディブファイヤー、ノーステイル、まあ、クレイジーリックス、ジャッキー・ヴィンセント、メタルチャーチ、まあ本当にいっぱいありましたよ。カルマね、うん、もう本当数えきれないぐらい、まあ、1年を通してね、来日公演がありまして、まあ、本当に、ね、ありがたいお話でね、本当に幸せだなと思うんですけども、本当いいライブたくさん今年もね、見ることができましたよね。まあ、来年もね、2020年もぜひね、こういった来日公演、決まったらインタビューもね、撮っていきたいなと思いますしね。ジェネレーションアックスどうでした？ジェネレーションアックスはね、やっぱり私、まあ、いろいろそのね、バンドの来日見てますけども、あれだけのやっぱり、まあ、ギタリスト、スーパーギタリストね、ギターヒーローたちが集まってね、ステージに上がるっていうライブってそうはないじゃないですか。やっぱりその、なんていうのかな、威圧感というかね、やっぱカリスマ性ですよ。そういうのがもう満ち溢れていて、結構楽屋に私いて緊張しましたね。でやっぱりあれですよ、彼らは本当にもちろん一流のね、スーパーギタリストなんですけども、とにかく出番前はやっぱりギターをね、持ってね、ちゃんとウォームアップっていうんですか、そういうのを欠かさずやっていたっていうのはやっぱすごいなと思いました。で実際のライブに関しては本当に作り込まれたね、エンターテインメントのライブだったと思いませんか。ギタリスト同士がつないでいってバトンタッチしていくんですけど、その必ずそのバトンタッチするところに2人のギタリストの共演するシーンがあったりするんですよね。だ例えば東進アバシからヌーノベッテンコートにバトンタッチするときは東進とヌーノのね、一緒に弾く場面があったりとか、まあ、そういった見せ方の部分もこのジェネレーションアックスというのは本当に素晴らしくて、まあ、プロジェクトだけじゃなくてね、一大エンターテインメントとしてのギタリストの、ね、エンターテインメントとしてのジェネレーションアックスっていうのが、まあ、今回のツアーで確立されたんじゃないのかなと思ってますよ。で、まあ、私他のね、地域でも大阪かな、ライブ見させていただいたんですけども、やっぱり大阪もすごくね、満員御礼でして、やっぱりこのギタリストパワーでこんだけお客さんがね、やっぱり入るんだっていうのを本当に目の当たりにして、ちょっと感動しましたよ私は。うん、であとはやっぱりなんといってもイングエマルムスティンですよね。
伊田さん、そうだ、今年ですよね、イングウェイの家に突撃取材に行ったのはね、あれ確か3月ぐらいだったから、よく考えれば1年間あれですね、このイングウェイ・マルムスティーンの何かしら関わる仕事っていうのがなんかできた、ね、2019年だったかなと思います。やっぱりあの3月にね、あの突撃取材ね、まあ、で彼 の、ね、あのスタジオの方にまあお邪魔しまして、インタビューも撮ったり、ね、しまして、ヤングギターさんの取材なんかもやったんですけども、まあ、あれがあっての、まあ、今回ジェネレーション X の、ね、公演だったんで、まあ、リタさんはまあ実際あったじゃないですか今回ね、インタビューに、はい、すごく紳士的というか、結構いい方でしたよね。いい方でした、ね、すごくなんとかいろいろ話もしてくれましたし、本当なんかね、最後に私で肩ポンってね、ポンってやってね、じゃねって言われてね、こう最後お別れしたんですけど、なんかいいね、本当に1年の締めのね、なんか来日公演だったなと思います。なんか本当にいい思い出ですね、この今年はね、イングウェイ・マルムスティーンに関してはね。ということで、私のまあ1年を振り返ってみると、まあいろいろあったけども、やっぱりイングウェイ・マルムスティーンの取材に行って、でそしてまあ半年ちょっとぐらい経って、このイングウェイがジェネレーション X で戻ってきて、またそこで再び再会できたっていうのはね、結構今年のまあハイライトだったかなと思いますね。またね、そんなファイブショットを撮ったのはうちだけですよ、うん、そうですね、うん、ものの3分で撮ったんですよ、あれ。そうなんですよ、あれは結構ね、なかなか切迫した現場だったでありますけども、本当いい写真もね、本当に撮れたし、あれは本当に感動しましたね。みんなライブレポート見てね。ね、ぜひね、そうだ、そのね、ライブレポートがね、今いろいろね、なところに拡散されて出てますんでね、ぜひね、そのライブレポートなんかも読んでいただきたいなと思いますね。はい、ということで、またね、2020年もね、そんな素晴らしい来日公演、素晴らしいアーティストの作品ね、どしどし出していきたいと思いますけどもね、皆さんね、ぜひね、期待して待っていてください。それではプレゼントコーナーに行きたいと思います。こちらはね、前回も紹介をさせていただいたんですが、まあもうちょっと前な感じにしますけどね、実はそんな前でもないんですけど、初来日を行いましたクレイジーリックスの、来日公演ね、来日時に売ってた T シャツですね、これはもう何と言っても後ろのプリント見ると東京大阪って書いてあるんで、もう日本独自の、T シャツでございます。こちらね、クレイジーリックスの来日公演 T シャツ L サイズ、うん、L サイズを1名様にプレゼントいたします。そして、もう一つこちらですね、こちらもなんかすごい久々な気がするけどな、まあ、来日公演ね、8月に、ね、行いましたメタルチャーチですよね。もうね、そんな昔じゃない、なんか遥か昔に感じますけども、このメタルチャーチの、ツアー T シャツですね、こちらも日本独自のものでございます。サイズは M サイズ、メタルチャーチの、ツアー T シャツね、1名様にプレゼントいたします。 M サイズです。そして追加します。前回の時はね、手元になかったんですが、この数週間で私の手元に届きました、新しいアイテムです。まあ、こちらも来日公演ね、いいライブでした。じゃん、ジャッキー・ヴィンセントのソロ名義のツアー T シャツ、結構珍しいでしょこれね、ジャッキー・ヴィンセントと書いてある、ね、T シャツですね、当日物販で売ってたやつですよね。その、ジャッキーの T シャツは M サイズですね、まあ、こちら1名様にプレゼントいたします。まあ、好青年といえばね、ジャッキーも本当に好青年でございましてね、本当にいい人でしたね。まあ、彼もやっぱクライベノムをやりつつ、今はねこのソロ活動にまあ専念してやっております。そういえばね、リタさんね、ジャッキーもね寿司好きでしたね。私ね、会った時はとにかく何食べたいって言ったら、もう寿司、マグロ、もうマグロばっかですよ彼は食べるのはね。まあ、そのぐらいやっぱ寿司好きのジャッキーでございました。はい、ということでジャッキー・ヴィンセントの T シャツ、プレゼントいたしますので、ぜひね、ご応募いただきたいと思います。はい、ということで、1年間、振り返って、そしてプレゼントコーナーもね、紹介しまして、いよいよ本当にエンディングでございますよ、リタさんね。はい、2019年皆さんはどんな1年だったでありますでしょうか。皆さんもね、本当に2019年まだね少しあるかもしれないですが、良い年末を、そして2020年はね本当にいいね年にしていきましょう。ロックを聞いてね、前向きにねとにかく頑張っていきたいなと思いますんでね、ぜひ2020年も引き続きですね、この王様ロック TV ね、ご視聴いただきたいと思います。はい、リタさんは何か言い残したことありますか。良いお年を。早いな。はい、ということで2020年ね、本当に王様ロック TV ね、また新たな、ね、作品とともに放送していきたいと思いますので、ぜひね引き続きご視聴いただきたいと思います。
番組宛てのメールリクエストは、いつでもお待ちしておりますので、どうぞお気軽にメールしてください。それでは、今年1年本当にお世話になりました。また来年もね、王様ロック TV ぜひよろしくお願いいたします。お届けしましたのは私斉藤とリタさんでした。それでは皆さん良いお年を、そして2020年もステイヘビーメタル、バイバーイ。